前回安定して、まあ、2着でちょっと惜しい競馬でしたけど、まあ、勝ったのはちょっと強かったんで、まあ、順調には走ってくれてるなとは思ってます。まあ、馬は素直な馬なんで、まあ、どこからでも競馬できると思いますんで、ということは話しましたけど、順調に来てます。ローテーションもいい感じで組めて、ここまで順調に来ましたんで、まあ、あとは頑張ってもらいたいなという気持ちでいます。この暑さとの戦いで、やっぱり、まあ、調教の方も考えながらやってきましたし、まあ、順調に来たと思いますんで、まあ、結構一番気にするとこで、やっぱりこの時期としては、まあ、今の感じでは大丈夫かなと思ってます。まあ、いい動きでした。まあ、2着ずっとちょっと続いて、まあ、悔しい思いはしてるんですけど、まあ、この黒賜杯で頑張ってくれたらなと思ってます。大井の外コース、やっぱり18っていう距離はいいと思います。順調にここまで来れましたんで、まあ、応援のほどよろしくお願いします。6月まで、53キロで出走できるということで、2キロ減あったので、減量があったので、53キロで出走できるっていうので、ちょっと中2周で無理して使ってしまったのもあったんですけれども、まあ、ちょっと思うような競馬ができなくて、残念でした。そうですね、今回はちょっと感覚を取らせてもらって、しっかり仕上げてきたんで、追い切りも満足のいく内容で、1周前、2周前と、本追い切りと、しっかりこなせたんで、楽しみです。長めじゃなく短めでいいから、しまいだけしっかり動けるようにしてほしかったんで、最後の一ハロンだけ動かしてもらいました。この馬は、そんなに夏負けしてる様子もなく、元気です。これだけずっと競馬場にいて、これだけ使っているんでね、まあ、強い馬だと思ってます。ここも目標にしながら1008を使ってきて、まあ、楽しみですね。いつもまあ期待以上の結果を出してくれる馬なんで、期待してます。